さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリームは、私が有吉弘行でございます。2023年9月3日日曜日生放送ということで、9月、新しい月に入りましたので、アシスタントも変わりましたということでね。お前かい、ね、なんだよ、お前。出ましたね、ほんと。出ましたね。よろしくお願いします。安田でございます。久々か、安田は。安田さんがね、久々でございます。そうですね、1月以来とか言って。ああ、そうやな、お前。そうですよね。なんか、まあうちの事務所もね、結構若手なんかもね、はい、結構ネタ番組で頑張ったりとか、新しいね、はい、若手のメンバーも出てきて、いや結構、ね、みんなテレビ出てきてるみたいね、そういう出てるんですけど、うん、まあこのラジオにではまあお話しするね、うん、ほどじゃないからそうですか、そんなことないと、ね、そうなんですか、ね、初登場ですって言って緊張してるやつの顔見ると俺腹立つから、ね、そうなんだ、ね、絶対するけどね先輩向いてないよ、向いてない、先輩に向いてないということで、まあ、苦肉の策で安田という、はあ。安田さんでございますけれども、まあ、はい。よろしくお願いいたします。まあ、お前が唯一の先輩かな、だからね、このラジオ。に関してはまた話し合いさせてもらいますけど。ラジオでは、ね、はい。そういや、金曜日にね、うん、金スマ、はい。やってましたね。はいはいはい、はい。金スマ、上島さんの奥さんの、はい。まあ、ヒカルさんが出て、はい、本ね。はい。本出したということで、ちょっと、上島さんのことやってまして、はい、安田なんかも出てましたね。安田さん、はい、ちょっともう本当に先輩みたいな気持ちで見てましたよ。本当に安田が失敗しないか大丈夫かな。いやでもあれ別に失敗ってコメントのリスクだ。大丈夫か安田、コメントしっかり頑張れよ。もうね、親心で。すいません、なんか心配かけちゃって、はい、ありがとうございます。私ちょうどね、うん、あれいつだっけな。何曜日か忘れたけど、うん、あの前かな、うん、金スマが、うん、金スマの放送ちょっと前に、はい、偶然も何年かぶりに中居君に会いましたよ。あ、そうなの。おう、トイレで。おう、ご無沙汰します。うん、おう、うん、あれ、なんだっけ、あ、金スマ、うん、ありがとう。って言って、それだけでお別れ。分かりましたけど、うん、金スマ俺出てないんだけどなって思ったら、あ、 V でね、そう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 、 V で昔の V が流れたんでね、 2年前の V、 最後龍さんと龍兵会での、はい、まあ俺と土田さんと安田さんと、はい、劇団で飲んだっていう V が流れたね、はい、そうです、それが流れたからだなと思って、はいはい、ちょうど超偶、すごい偶然、ああそうですか、うん、あれでしたけど、だから安田もコメントね一丁前にしててびっくりしましたけど、はい、ありがとうございます、バッとだ、もう白髪の上さんって心配だったもんそうよ、しょうがないですけど、ね、大丈夫かなと思って、どうでした、大丈夫でした、うん、まあ無難にやってましたね可も不可もないね、可もなくね、不可もなくね、みんな話かぶりますからね、そう、当然ね、あれ大変よね、はいはいはい、あれやっぱりいつもやっぱりさ、はい、上島さんのことね、ヒカルさんの時もそうだけどさ、はい、やっぱ土田さんいないとダメだね。ダメですね。本当にそう。本当に。土田さんがやっぱり、なんと言っても、まあ、竜兵会の広報だよね。広報ですね。ああ。ありますね、本当に。ね、はい。昔で言う、もう本当に、まあ、ある宗教団体のあの人みたいな感じでね。はいはいはい。もう本当、広報担当といえばあの人っていうのがあったけどね、はい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 、昔も。ありました。まあ、うちの竜兵会で言うと、まあ、土田さんだよね。そうですね。土田さんってよく覚えてるよね。いや、それはすごいですよね。ね。やっぱり。で、やっぱりさ、うん、そういう、土田さんが一番その、竜兵会のことを話す機会が多いから、はい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 、やっぱりさ、うん、よく知ってるよね、裏話から、表話からね。うん、そう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 。で、またなんか同じ話でも、ちゃんと、新鮮に。わかりやすくね、話せる。俺らってすぐ飽きちゃうんだよね、結構ね。そうそうそう俺とかやっぱ竜さんとかもそうだけど、もう、あの話してくださいって言っても、もう、ちょっと、ああ、もう何回もそれ、その話してるんでね、とか、なっちゃう。土田さんって、ああ、わかりました、って、はいはい。ちゃんときっちり。そうなんですね。ね、はい、俺もう、僕もね、やられました。なんかスナックから出てきて、500円で喧嘩した話を、ちょっとしていただいていいですかっていうのが一回あったんですけど、緊張しちゃって全然うまく喋れなかったです。やっぱり、ね、逆に。あやふやになっちゃってるし、ね。あやふやになっちゃってるし。土田さんだけだよね。そうそうです。もう、俺と龍さんのエピソードも、土田さんが話す方がいいもん。そうです。
ですね。確かにね。一回あそこのフィルター通った方がね。通った方が絶対いいね。リュウさんと肥後さんの喧嘩の話も絶対土田さんが言った方がいい。そうそうそう。全部ね。全部。ダチョウ倶楽部の話は全部土田さんが話した方がいいし。そうですね。俺らの話もそうだよね。大体土田さんがやった方がいいなと。いつもありがたいなと思って感心するよね。はい。なんか一緒に出た時も、あれですよね。リュウさんと肥後さんがお金で喧嘩した時の話ね。で土田さんにも、あれ実は、土田さんが1から10まで全部やってくれるもんね。全部やってくれる。ね、確かに。うん、俺らどんどんサボっちゃう。もうなんかちょっと全部パス、いい加減なパスだけするみたいな。リュウさんがほらリュウさんがあれ散髪失敗した。はいはい。ええ、ここは私が、みたいな。弁護士みたいな。な感じで。あと全部喋ってくれるからね。あれ、助かりますよね。助かります。ほんとすごい。まあ、そういうわけでね。はい、土田じゃないわ。土田なんて言ったらぶん殴られますけど、ね。今日は安田。いいですよ。言い合わさなくて。いいよ。ぶっ飛ばされると思ってくれよ、少し。So much stress. Now a variety program. さあ、こんばんは。オタプロの真珠、広島が生んだ怪談師、軍事の草、有吉弘行でございます。東京半蔵も JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマー。今月アシスタントは、はい、デンジラス安田です。お願いします。はい、安田でございます。そうですね。はい、有吉弘行、サンデーナイトドリーマー、今夜も最後までお付き合いください。サンデーナイトドリーマー、ライブオンエア。Sunday night dreamer。さあ、リュウシルキサンデーナイトドリーマー、今月アシスタントこちら、はい、デンジャラス安田です。お願いします。生放送メール募集しておきましょう。今日9月3日は9と3の語呂合わせ、ぐっすり。9と3。そうですね。キュッスリ、ぐっすりね。ぐっすり、はい、ぐっすりということで、うん、ベッドの日、うん、なかったかね他に。なんかね、薬とかね、ね、薬でいいわけですよ。いや、ベッドのね、はい、日をするなら、はい、もっとほらなかったのかねっていう、なんかベッドを開発した人のね、外国人の誕生日がこの日だから、うん、10月10日にしましたとか、9月3日でぐっすり、ぐっすりープってことでしょ。そうですね。ぐっすりから9月3日。だって9月3日何の日だと思うってクイズした時にさ、はい、グミとかさ、まあ、グミの日でしょとかさ、9、9、9、3、9、3、何ですかね、9、3。で、ぐっすり、ぐ、キュッスリー、キュッスリー、ベッドの日ってならないでしょう。ね、クイズ当たんないです、なかなかね。ちょっと不満ですけどね。ぐっすり、ベッドの日ということで、はい、テーマはこちら、ベッドの話。あなたが使ってるベッド、また寝具、お布団、段ボール、何でも結構でございます。いないと思いますけど、はい。顔真っ赤にしてますけどね、安田さん。いや、してないですよ、全然。最近こ、図星だった。全然してないです。最近、高級なものに買い替えた。20年以上使ってマットが変形してきている。布団をめくったらカビだらけ。ヨギボーって寝てます。ベッドの話ですか。まあ、寝具に関すること、寝床に関することだったら何でも OK ですかね。はい。はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉 JFN と検索すれば大体一番上に出てきます。俺はね、ベッドはね、もうね、どれぐらい使ってますかね。まあ10年ぐらいは使ってると思うんですけどね。うんうんうん、なんかね、吉村ね。はい。のぶし講師の吉村ね、うんうんうん。吉村ってね、なんかね、そういう、投資話とかね、はあはあ、ほらああいうビットコインとかね例えば
木本さんに、はい、木本さんにね、はい、騙されたりとかもしましたけども、はい、ああいうちょっとこう山っ気があることが好きなんですよ、はい、でまあ、そういう人って何かが半額で買えますとかさ、はいね、そういう話がやっぱ飛び込んでくるのよね ああいうやつって ね、はいはいねうん、ああいうのに詳しいあの好きな人にはね、だから俺もね10年ぐらい前にね、うん、吉村にね、うん、アリスさんお師匠さんどうしたんですか、ベッド買いませんか、実はねどこどこの、まあ、高級ベッドあるでしょ、いや聞いたことある名前よ、はい、もうあおなんかホテルとかになんか置いてあるようなやつだよね、そうなんですよ、それが実はですね、半額で買えるんですよ声でいや俺いいよっつって俺いいっつっていや小翔さん半額ですよいやいいよそんなのなんか怪しいもん、怪しいってことでしょ、一個様買ってるんですよそこで、いやそれ怪しいじゃん、なんかあと誰買ってる、石田純一さん、いやいやいや、ちんじゃ石田純一さんと IKKO さんとかってさ、その人たちは悪い人じゃないけどさ、なんかちょっとそういうね、なんか嫌だな俺、なんか嫌だなっつったんだけど、まあどうしても行きましょうって言うのそうっつって、はい、行ってそこで買ったんですよ、あ買ったすごいベッド100万ぐらいのやつを50万ぐらい半額で、おそしたら本当にでも半額だったの、うん、あじゃあ別にそういうあれじゃなかった、なんか悪くない、なんか何なんだろうね、なんかあったみたいで、うんうん、その代わりなんかね、うんうん、そこで行ったらね、うん、その売ってる人がね、うん、実はこのベッド IKKO さんが買ったんですよとか実はこれ石田純一さんも買われたんですよって結構それをいっぱい言われるっていうのがあるんだよね、だから俺も絶対これ有吉さん買ったんですよって言われてるんだと思う、ああそういうのはちょっとああそうかそうかとか思ったんだけど、うん、でもそれの半額だったよ、へえそうなんだ、それもなんか言ったら吉村がね、ああどうもどうもみたいな、ああどうもどうもあの例の話有吉さん今日来てるいやちょっとなんか吉村なんかもらってんじゃないのみたいなもらってるみたいな感じになるね、それ怪しいですね、あ、うん、でもなんか普通に半額だったからなんか7がなんかちょっとまあ 40% 引きかそんな感じ、半額に近いような感じってそれまで使ってますけど、騙された感じはじゃなかったって感じ、僕自身は騙された感じはないと思うんです、まあ、定価から半額ぐらいにしてもらってるから、そうだね、だそれにしてもいや50万って思ったけどね、結構まあでも当時一番なんか疲れててね、結構なんか人生の3分の1は寝てるんだからみたいなのがよく言うじゃない、そういうベッドは言いますよ、ベッドだけはいいの買いなさい、います言います言います、それでなんとなくね買ってしまいました、どうするか、どういう、いや僕もいやこれいやもうやめよう、これはもうやめよう、なんかもういやなんか、うん、あの火蓋が切って落とされたみたいになっちゃうのそのリスナーとさ、そんなことない、そんなことない、いやちょっとそれはもうなんか俺があの油火に油注いだみたいな感じになっちゃうから、またリスナーお前が煽ってリスナーがこういうメールばっかり送ってくるようになっちゃったようになるからやめよう、そのベッドの話やめましょう、もうだからその50万出されちゃうと、あのあれ安いけど、あのねあのシモンズですよ、シモンズジモンシモンズジモンさんシモンズです同じこと言われました、そのなんだ人生の3分の1はって言われて、であのにあの毎日2万円のお部屋に泊まってると思っていただければって言われて、本当に買いました、はい、まあ、そんな高くないです、そのせんべい布団ね、せんべいじゃないですよ、ちゃんとしたベッドのやつですはい、はい、どこで知恵つけたのか知らないけどね、はい、そういう見え張っちゃ人間終わりよ、いやいや、やっぱりね、いやそれ10年ぐらい前の話ですよ、あのね、はい、自分をねやっぱり、はい、本当の自分でいることが大事、それはね、あの、はい、変に大きくあの天ぷらにしちゃダメ、自分を衣
衣つけすぎ、もうそういうのは美味しくないから。いやいや、車エビもうパンと、もうお刺身で出してほしい、車エビをポンとね。もうそれがもう出してんだよ、出してんの。アメリカンドッグみたいな車エビじゃん。ね、それね、せっかくあんたね、はい、素材は車エビなんだから、ね、小さいながらも車エビなんだからね。どういうことなんだよ。ドライブあのパーキングエリアで売ってるようなね、アメリカンドッグの衣つけて売っちゃダメですよ。それこんな大きい車エビですよって出しちゃ、そんな違う、本当のことなんですね。衣つけて自分のことを表現しちゃダメ、ね、素材通り段ボールなんだからお前は。段ボールで寝てんだからよ。段ボールにお前何タオル、バスタオル敷いてる、立派よお前。それ段ボールじゃなくて、段ボールにバスタオル敷いてんだから、そうだろ。あざます。タオルケット敷いてんだろ。あざます。子供の時から使ってるあの角をずっと噛んで、いじいじ噛んで、これが手放せないんですっていう女優みたいな感じで、はい、ね、切ったね、ガッサガサになったね、はい、タオルケットで寝てるんだから。はい、その通りです。あ、はい、そう、お前車エビなんだから、素材は。ありがとうございます、ありがとうございます。小さいながらもな、はい、売り物にはならないようなサイズの車エビだけどさ、はい、ほらお前それ、薄い薄い天ぷらで出して やれよ。はい、そうだろ。ありがとうございます。アメリカンドッグみたいな衣つけた話するな、はい、すいません。あでな、いやいや違う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 、乗っかっては見たものの、乗っかっては見たもののさ、車エビって言われたから、なんか褒められてるような気分になっちゃったから、危うく騙されるとこだったよ。シモンズ、ダンボールじゃないですから。え、はい、だってそこはあれですよ、もう今はもう子供たちにも捉えちゃってるから、うん、そのバーって来てバーって寝られちゃうから、僕はもう薄い布団で寝てますけど、僕自身はね。近所の子供たちが、じゃあ近所の子供は寝ていいよ。どこ住んでたよ、近所、自分の子供たちが。あ、2段ベッド買ったのにそこで寝ないで、そっちのベッドで寝ちゃってるから、うん、取られちゃってますけど、だけどまあ買ったの、ベッド自体は20年ぐらい、あ、20年で10年ぐらい前ですけどね。立派に買ったのよ。じゃあちょっと奮発したの、その時は。そうでしたね。まあ大体50万もしないですけど、そんなにはね、しないですけど、ちょっとびっくりしたな。何か親なんか、ああお前もそういう風になったかって、ちょっと嬉しいかも。ああすみません、ずっとなんかオープニングから年上の目線でありがとうございます。ずっと親みたいな感じで、まあ、ちょっとね。ああ俺とか安田さんみたいにね、はいはい、高級ベッドは使ってない方もいらっしゃるとは思いますけれども、はあはあ、またね、あのそういういつかそういう高級ベッドを買えることを夢見て、はい、今の自分、ありのままの自分のメール送ってきてください。いや、そんな嘘つかないですから。衣いっぱいの、衣いっぱいのメール送ってこないでください、本当に。ね、等身大の、ね、はい、本当に、ザリガニの、ね、ザリガニのあなたたちはもうザリガニのまんまの、ね、一個も褒めねえから。メール送ってきてくださればいいし。車エビで釣ろうとしないんだ、まず。ザリガニにしちゃうんだ。ザリガニでどうせお前らはっていう感じの。まあ、まあ、伊勢エビね。はい、伊勢エビですよ。あなたたちは本来、伊勢エビなんですから。そうです。伊勢エビにさらにね、はい、そのアメリカンドッグみたいな衣つけて食べるバカいないんですから。そうです、大げさな話しないで、はい、ね、車エビ、あなたたちは車エビそのまんまです、もう十分、はい、伊勢エビね、素敵ですから。はい、そのまんまです。あの車伊勢エビですね、メール送ってきてください、はい、します。誰が送ってくるの。ちょっと先週ね、はい、松崎くんにね、はい、松崎くんがなんていうの、ミネラルウォーター買ってるっていうからね、はい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 、生意気するなと言ってましたね、はい、まあ、水道水にな、うん、あのポッカのレモンをチュッチュッと入れてな、はい、爽やかに飲めっつって言ったんですよ、はいはい、松崎を、はい、そしたらポッカさんからです。やったの、やったの。あの美味しいそのポッカレモンとか、はい、すごい美味しい、あのこれね、富良野のホップの炭酸水っていう、ホップのホップが入ってて、ちょっとほろ苦炭酸っていう、さっき飲んだんですけど、めっちゃさっぱりしてて美味しいんです。これも通販バッグみたいになった。ねえ、もうね。送ってきてくださって、うん、感謝してるんですけど、はい、本当にあの、はい、札幌ポッカ、札幌フード&ビバレッジ株式会社様からですね、うん、送ってきてくださったんですけど、うん、もう本当にそういう松崎みたいなやつのね、うん、話を聞いてわざわざ送ってきてくださった。ありがたい、もう申し訳ないですから、本当にいつもありがとうございますということですけど、
どね、ね、いっぱいもらいましたね、うん、皆さんでお分けくださいということは、ね、安田も、安田さんもいただいていいんですかね、持って帰って、ポッカさんありがとうございます、本当ご近所の人たちに配っていただく、あ、配って、はい、分かりました、よろしくお願いします、はい、ございます、ということで一回ブレイクさせてください、はい、Stay Night Dreamer Live on air さあということで今日はまあベッドの話をね聞きたいんですけども、メール来てますけどね、ラジオネームクロートチェリー、安田、はい、久しぶりだったな、久しぶりですね、っていうか生きてるか、生きてますよね、はい、家がないお前には今年の夏は辛かっただろう、ありますね、おい、どうやって水分取ってたんだあ、スイカ泥棒か、スイカ泥棒だか知りませんけど、なんで喧嘩腰なんだよお前、ラジオにカンパしたろ、はい、僕よ、安田、安田さんだよ、お前声も声が汚ねえけど鼻の手術した方がいいんじゃないかな、いやいや大丈夫です、鼻通ってますから、ラジオにカッペ、はい、FMC が、安田さん、はい、あれ、クーラーなしでこの猛暑どう過ごしてましたか、ずっとクーラーをつけていました27度ぐらいですけど、でもマジで家族がさ、はい、子供3人いて、はい、大変でしょ、だって結構大変です、めっちゃ高いでしょ、だってまだねつけないわけにはいかないでしょ、だってクーラーをまだね来てないんですよ、だから電気代が、あ、その今月るその月の暑かった時の、ああ6月ぐらいがちょっと上がってて、うんうんうん、7月ぐらいがそろそろ暗さんだけど、うん、もう恐ろしいなと思って、もうそれがね、うん、今観測史上一番温度が高い、そう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 、で今までの夏でもずっとエアコンつけてたのはないから、寝る時も生意気につけるでしょ、だって子供たちはそれはつけますよ、それ文句言う、暑いよっつって、いや、まあ、つけてなかったらねそれ言うじゃないですか生意気ってどれぐらい文句言うの子供って、いや暑さをつけたよおいだろ、いやいや、まあそんな暑いからとか、暑い暑いよとかそういう感じ、つけろよみたいな、つけろよくらいじゃないですけど、暑いよ暑いよじゃあつけるかっていう感じ、つけようかっていう、いやそんなことないけどねもしそうなった時よ、ラジオに来る羊風群馬、はい、私ここ10年ぐらいベッドではなくマットレスを使用して寝ています、理由はベッドの下にホコリがたまるのが苦手だからです、昔はベッドの下にエロ本隠すのが男子の定番でしたが、今でもベッドの下には大切なものを隠してるんですかね、安田、安田さん、ベッドの下に隠したほうれん草の種ちゃんと植えないと収穫できないぞって、いやいや、いつまで言ってんだよ、リスだと思う、えベッドね、ベッドの下にほこりたまるか、まあね、まあ下が空いてるタイプだとそうか、少し隙間のところにね、なんか、うん、まあね、ほこりたまったでしょうか、アイロンはあれの使い方が俺いつも分かんないんだけどさ、うん、エアウィーブみたいなのあるじゃん、浅田真央ちゃんがなんか CM したりとかさ、うんうんうん、なんかあるじゃん、うんうん、はい、スポーツ選手がやってるやつ、アイロンってさ、ベッドの上に置いていいのかね、アイロンってあれを地べたに敷いて寝んの、あのエアウィーブみたいなやつ、高いじゃん、めっちゃ高いじゃん、うん、だからそれベッド代わりなんじゃないかなと思うんですけどね、だからじゃあ床にあれを置いて、うんうん、床に寝るってことじゃ、まあそのエアウィーブの、それかなんかベッド台なのか、そのいわゆる地盤みたいな、あ、マットレスをどけてじゃん、だからまあだから直ってことでしょ、だから、ああ、まあまあ、ベッドのマットレスの上に敷いてってことじゃないのかね、あれよくわかんないんだよな、まあ確かにそうです ね、うん、どう使う、なんか柔らかくなりすぎちゃいそうな感じ、ちょっとよくわかるんですけどね、まあ安田は専門家じゃないんですいません、まあそうです、僕のせいになりましたけど、はい、安田に聞いてしまいまして時間の無駄でした、すみません、あの、大変申し訳ない、答えてください、わかる方すいません、早急にメールください、そういうメールだけください、いい、向きにならなくていいから謝ればいいんだから一言、すみません、ラジオネームカンパチ太郎FM 岡山、はい、僕はベッドを買って5年経ちますが一回も洗ってません、あ、マットかな、先日5年使ったシーツを捨てようと、シーツをベッドから剥がすと人型の黄色いシミができていて本当に驚きました、ギリギリカビが生えていないのでもう少し使おうと、マッ
ットレスはまあ洗わないっていうのはわかるけど、どういうこと？まあ固めのベッドに布団敷いてっていうことかな。カバーもこう変えてないってことなんじゃないですか。よくわかんないね。でも汚いね。いや、どっちにしても、まあ汚いですよ、すごく。そんな感想ないですけどね。いきましょう、一曲いきます。羊文学で More Than Words。さあ、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、東京半蔵門から生放送でお送りをしております。はい、今月のアシスタントはデンジャラス安田です。続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。まずはこちらのニュースから。体長434センチ、巨大アリゲーター捕獲に7時間。バカじゃないのか、7時間ってお前。8月25日から、解禁になったアメリカミシシッピー州のアリゲーター狩りで最大記録を更新する体長約 434.3 センチ。3センチもういいよ、約なんだ。434でいいだろ。重さ364キロ、腹回りが 167.6 センチの個体。6.6 センチいいよ。が捕獲されました。ミシシッピー州、では、毎年8月末から約10日間の日程でアリゲーター狩りが解禁となり、参加するには200ドルの許可証と25ドルのライセンス取得が必要になります。くじで当選者を決めるほど人気が高いイベントだそうです、ということでございます。これ駆除なのかな。まあ、駆除みたいなものもあるんだろうね。そういう意味もあるんじゃないですか。434センチって4メートル30センチだよ。そういうことですね。ワニはね、怖いね。ああ、そう。俺は。うん、ああ、まあ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 。うん。ヘビは、マジで余裕。何回も言うけど。何回も言うけど、まあ、ヘビは、絶対に、まあ、100-0 だね。100-0で俺が勝つけど、はい、はっきり言って4メーター30センチのワニと、うん、俺ね、うん、素手で戦うとしたらよ、うん、俺100-0で負ける。いや、そうですよね、うん。ちょっとやっぱり、レベル違うよね。はい、これ、430、この4センチのワニを男、アメリカ人男性が4人で抱えてる写真があるけど、うん、これはアリゲーターですね。アリゲーター。これはアリゲーター。ワニね。はいはい。もう、化け物だもん。マジで、恐竜。まあそうですね。これはどうやっても勝てませんよ。だから、まあでも、大下とね、西堀に、うん、まあ、猟銃の免許今、取らせようとしてますから。みたいですね。安田さん、どう？猟銃の免許。いや、もう、全然、全然もう、うん。うん、どうやっていいのか、まあ、だから子供たちが絶対に銃に触れない環境を作らないといけないから、ちょっとでもね、絶対触りますけどね。触ったらもう逮捕だよ。だ、原田信郎さん、ちょっと銃預かっておいて、ちょっと預かっただけでもう逮捕、うん、逮捕とか。そうだよ、あれ大問題になる。じゃあ無理ですね、うん、だから重要な保管場所もいるのよ。もう、もう鍵かけて、うん、もうその免許持った人しか触れない、うん、あの保管環境がない人は取れないの、免許。じゃあ俺無理かな、うん、でちょっとどこまでが正確な情報か分かんないけど、はいはい、ちょっと大げさに言えば、マンションの人はマンションの上下階、両隣の人にちょっと、うん、調査が入るっていう、安田さん、下に住んでる安田さんって、うん、ちょっと大丈夫ですかねみたいな、うんうん、お隣の人、すいません安田さん、ちょっとあれなんだけど、なんか問題行動とかないですよね、うん、なんていう、うんうんうん、話が、を聞き取りがあるっていう話もあるのよ。ちょっと大げさかもしれないけどね。あ、だから、そうか。だからそれはちょっと大変かもよ。走ってって絶対言いますからね。そうでしょ。ご近所に聞かれた時点でもアウトでしょ。安田さん。いやいや、僕自体のあれ行動は大丈夫ですけど、そう、子供が貸してとか絶対に。安田さん、隣に住んでる安田さんです。ええ何そあってえ知らんよ俺いや、それもう、それ、ダメだよ、それ。何何いや、隣に住んでる安田。いや、何何それ、何それ、やだよ、俺。厄介もんじゃねえかよ、それ。完全にね。そんなわけねえだろ、まあでも、そうやってね、もし取れたら、これ参加したいですね。うん、いや、まあ、そうです。ミシシッピー州のアリゲーター狩り。アリゲーター狩りね。どうすんだろうね、これ、アリゲーター、取ってる奴らは。
ね、皮剥い絶対皮剥いで、まあ売るんだろうね、皮はね、で肉はだからね食って、そうそうそう、どうしようか、めちゃくちゃ人気あるっていうことですから、やっぱだから金になるんだろうね、なるんです、200ドルと、はい、225ドル払っても元が取れるような、全然取れるんじゃないですか、楽しみだな、もう前向きに現代にStay Night Dreamer Live on air Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamerさっきまあ中居君の話したからちょっと木村拓哉さん、拓哉氏の話も、木村拓哉氏の話も、私は数年前に木村拓哉氏にもらったサングラスをかけています、うんうん、いやそれ知ってますけど、それだからその前にね、うん、行ってらっしゃいましたし、もらったやつね、うん、すごい、いやそれはすごいっすよそれはすごいすごい、それいい、すごい自慢になると思います。ただね、うん、2個もらったんですよ、おう、私、うん、1個どっか行っちゃったで言うんだよ、大事にしてで言うんだ、なんか1個かけてはいはいはい、で、はい、車乗ってる時にかけてやしてて、はいはいはい、もう1個の方は、うん、これちょっと勝ち出るかもしんねえし、はいはいはい、なんか大事にしすぎて、はい、どこに行ったか分かんない家のどっかにあると思うんだけど、捨ててはねいないでしょうからね、絶対捨てないよ、うん、それは当然、それがちょっと今もう気になっちゃって気になっちゃっていつも家のどっかここかなとか探してた、車のここかなとか探したりしてた、なかなか出てこない、どこやるかこの縁のところに、はい、K タクやったり、あ、そうなんですか、あ、そういうやつなんだ、うん、なくしたことでも、ね、しい、もう羨ましいですよ、それは。だなくしたことは言わなくても、ね、なくしたっていうか、うん、置き場所を忘れちゃった、忘れた、ね、うん、リスみたいなもんだから、まあまあ、家の中にはあるんだけど、まあ、あるけどね、なんかちょっと言う、うん、大事にしすぎて、まあまあそうですけどね、うん、やっぱりちょっとね、日差しの防ぎ方がちょっと違うね、やっぱり普通のものとは。あ、そういうもんなんですかでも別にそのサングラスだったら全然まぶし、西日でも余裕だねまあまあそうでしょうすか、でもそれだったら西日でも全然余裕、やっぱり K 拓哉のやつ、でも他のと比べてないでしょ、そんなに別に、なんか結構耳のところとか痛くなるパターンだけど、うん、ああいや、たまたま俺に合ってんのかな、全然痛くないね、耳のところが。俺ケイタクヤのやつケイタクヤっていうのがあれですかいや、いや入ってんのもだってケイ、いやまあそうですけど、なんかそのね、だで別にレイバンとかでも例えばそれ、ああまあいや、そう言っちゃレイバンなんですよ、だから、ああそうなんですか、レイバンとケイタクヤさんが、ケイタクヤ氏が、あのコラボしてるやつだから、タクヤ氏って言うね。なんでよ。いや書いてあるのここに、あの縁のところ、レイバンと あとこの、ね、まあ、ここあの先っぽのところに、はいはい、K タクヤって入ってる。ああ、でもコラボ商品って。そう、そういうやつ。コラボ商品。商品じゃないですか。コラボね。売ってないの。いや売ってますよ。売ってますけど、はい、K タクヤ氏から もらうことはないじゃん、みんな。まあ、ないですないですないです。俺は K タクヤ氏からもらってるから。タクヤがもう気に入っちゃってるみたいになってんだけど。こっちは気になっちゃってんだよね、気に入っちゃっちゃ、俺気に入ってんだよ、だからすごい、K拓哉を、 K じゃ、 K 拓哉しかもらったそれを、はい、サングラスをね、うん、だからき、あのハワイ行った時も、はいはいはい、なんかなくしたりとか、はいはい、没収されたりしたら嫌だから、はい、それは K 拓哉氏の家に置いて、ああの他のサングラス、ああ、いや、まあまあまあ、 K 拓哉氏のやつは大事にして、はい、家でもう家で かけてる、基本的に家でかけるもんじゃないでしょ家であんまりかけないでしょサングラスはあとなんか
あのね、ミモザっていうね、う植物があるの。ちょっとミモザの種をもらって、うん、小さい鉢で育ててんの、うん、大きい木になるんだけど、まあ種から育てるのは結構時間かかるんだけど、うん、大事に育てて、で芽も出て種から、うん、結構伸びてきて、うん、葉が特徴的なので、なんかこのオジギソウってわかる？わかります、わかります。あんな感じの葉っぱなの、オジギソウみたいな感じ、うん、特徴的なのね、うん、だからああよく伸びてるなと思ったら、最近グーッと伸びてきて、うん、ああいいなと思ってたら、うん、先っぽの方が雑草みたいな形になってきて雑草とミモザのハーフなのかな、急に先っぽが雑草になってきた。そうなったの、うん、そっからまた変わったりはしないんですか？でネットで調べるんだけど、はいはい、そんなことどこでも書いてないの。そうなんだどうしたんだ、わかんない。植物はね、でもなんか環境で変わるって言いますしね、なんかちょっと心配、はい、聞いてみようかな、リスナーに。ケイタクヤシ、ケイタクヤシは分かるから、あミモザのことは分かるのかなまあ分かるか、分かるでしょう絶対。あ、そうですか、まあそんなことはどうでもいい、はいはい、どうでもミモザのことはどうでもいい、はい、分かりました。ラジオネームミスタキ、うん、安田さんね、浜辺で拾った高級流木今なら半額です、枕にどうですか？いやいや、いらないですよ。ま、枕はそれこそこの番組でいただいたやつ使ってます。ああそう、いい、え、いいですいいです。あれさ、はい、最近なんかネットで流れてくるんだけどさ、うん、あれ今治タオルってあるじゃん、なんか吸水性がいいみたいな、はい、高級タオル、はいはいはい、あれのさなんか枕がさ、うん、よく宣伝で入ってくるの。あのタオルを、うん、になんかね、うん、芯をなんか入れんの、芯、うん、枕の芯みたいなやつ、うんうん、それでそのタオルをくるくるって巻いて使うっていうのが、それが枕になるの、枕のやつみたいなの入ってて、なんか使い心地良さそうだな、うん、そうですね、確かにね。でもなんかああいうのってさ、いつもなんかいろんなの買うんだけど、どうも結局自分のゴールが見つからないじゃない。うん、確かに。いやだからまあでも物は試しだな、物は試しだなって言ってるうちに、もう家に枕8個ぐらいあるよ。なんでそんなに買えんだよ。でさ、なんかさ、いや8個あったらさ、じゃあ今一番いいそのレギュラーメンバー残して、あと捨てりゃいいじゃないかと思うんだけど、やっぱね年齢とか体調とかね、うん、気温とかによってね、うん、もう3軍に落としたやつがね、うん、急に1軍になる時があるのよ。あるんですか？あるんだ。え？そうなんだ。お前よく上がってきたなみたいな。いやだからね、8個捨てれないのよ。捨てれないんだ。半端やもう物置。そうだね。枕で。それはね、よくでも3軍のやつ引っ張り出してきたね。いやそうだから、1軍とかちょっとほら干したりとか洗ってたりとか、はい、綺麗にしてるうちに、はい、じゃあ、はい、まあちょっと一瞬この2時間だけちょっと今昼寝するとき3軍使ってみようって言ったら、はいはいはい、めっちゃいいの。そんなことあるんだ。育成選手だった。随分育ってきたなみたいな。急に。入れてるうちにみたいな。あれだから捨てれないですよ。ああなるほどね。だからその今治のまで、今治タオルのやつにまで手伸ばしたら大変なことになるなと思って、うん、だけどなんかでねテレビでやってて、もう行列するようなお医者さんがやってるみたいな、はい、うんうん、医者が枕をこう進めてくれてるみたいな、はいはいはい、でそれなんか並ぶみたいな、うんうんうん、医者に、うん、なんかそれタオルを折るんだよね、うん、普通にタオルなんか折った、うん、タオル折って、うん、はいどうぞみたいな、あなたの高さはこれですみたいな、うん、これでいいんですかみたいな、それでみんな体調良くなりましたみたいな、うん、もう10年以上前そんなあったから、タオルって結構いいのかな。なんか枕って本当はあんまいらないとか、高すぎるね。タオル1枚だけでいいとかいう話もありますもんね。俺小学生ぐらいの時におばあさんね、うちのおばあさん、うん、
おばあさん家行ったらさ、うん、石の枕使ってたよ漬物石みたいなあれ昔の人ってほら日本髪 言ってて、はい、あの陶器のね、はいはいはい、陶器の枕で、うん、後頭部のところに当てて、うん、あんまりお風呂入んないから髪やるのめんどくさいから、うんうん、髪のケツのアリンコ状態のやつを崩さないように後頭部に陶器のやつね、うんおそのうちのばあちゃんなんかも漬物石みたいなんで寝てたよちょっと寝てみたけど飛んでないいやそうだ硬さだったけどだから何がいいんだろうねあれねまあいいや枕の話は言ったってしょうがないもんね、うん、まあじゃあ分かる人ねまた連まあ皆さん分かんないと思いますけど枕使ってないとですね、使ってますからねどうせあのジャンプでしょ違いますねジャンプ、ね、ジャンプ3冊ぐらいのやつでしょ、ねえー、町の賢者はいお願いします、あなた、ワンカッパーダンボーラーが町の賢者となっていますいろんな人にアドバイスをもらってますラジオネーム三平スケートの本田姉妹が運営している YouTube チャンネルに本田マリンさんの彼氏宇野昌磨さんが出演し本人の前で彼女の好きなところを語っていましたこれっていうとこ別にない全部やから例えばマリンの足が好きって言うやんそうすると本人にその足じゃなきゃいけないっていうプレッシャーを与えてしまうそういうプレッシャーを与えたくないし全部が好きやから全部っていう答えになる完璧こんなこと言われて喜ばない女性はいないよねマジで素敵なカップルだし見てるだけで幸せを分けてもらえる神動画だから早速高評価ボタンをあー手が滑ったあーうっかり低評価ボタンを押したあげくがっかりですファンやめますなんて語彙力ゼロのクソババアみたいなコメント書いちまった自分のコメントを削除するボタンはこれかなあーこれは運営への報告ボタンだ。何やってんだろう。こんな神動画を不快な表現が含まれる動画として通報 してしまった罰として羽生結弦のファンやめます。何やってんだお前。ラジオネームレタスサンド FM 栃木。オーストラリアの女性の脳から生きた線虫が手術で摘出をされたと話題です。摘出されたの全長8センチ直径1ミリ。通常は蛇などに見られる寄生虫で、女性は野草を食べて感染したと見られているが、現在体調は回復をしているとのこと。おい、やばいじゃねえか。野草って食べちゃダメなの？いや、だって、安田生で、ほうれん草とかハト食べたりしてるよ。食べませんよ。安田がコンビニのコピー印刷で自費出版してる死に際の節約術安田メソッドでは寄生虫もギリ食べ物って書いてあるしな。ないよそんな文章。安田、寄生虫はちゃんと噛んで食べてるから俺たち大丈夫だな。いや、やってないし真似しないでそんなこと。もしあったとしたら怖いですけどね。怖いですけどもね。じゃあね、何ちゅうまとめなんですよ。非常に。さあ有吉弘行サンデーナイトドリーマーという間に1時間経過というところでございます。はい。もうね、フワーちゃんがね、はいはい、結構遅刻したいとかね、はいはいはい、ああいうので有吉ブチ切れとかね、はいはい、まあよくみちょぱがブチ切れみたいな、はいはい、あれあと週刊誌とかのやれでもさ、はい、すごいフワちゃんのことあれし書いてね、うん、はいはい、あの笑ってられるのは今だけかもしれないとか最後っていう、ね、くるやつがありますね、はい、フワちゃんのことをさすっごい嫌いなソープルなんか何なんすかねあれ絶対に嫌いっていうそうなんかねそんな書き方しなくてもっていうようなね、うん、あれだからやっぱりさあれなんだろうねなんかまあそういう嫌いな層に向けて発信する商売ってあるじゃないやっぱ、うん、ああああるねだからやっぱりフワちゃんが絶対に嫌い
嫌いっていう層がやっぱり商売になるぐらいいるんだろうね。なるほど。ああ、そっかそっか。フワちゃんの悪口書いたらやっぱりそうだそうだって。ああ。いやだから俺もやっぱりそっちの方に行こうかな。そっちの方。フワちゃん嫌い。嫌い。別に無理やりそんなこと。嫌いそう。そっちの方商売になるんだったら。いやいやいや、そんなことはないですけど。そんなことはないと思いますけど。なんかすごい。なんか、ネットでさ、アンケート、あのね、ワイドショーとか見ててもさ、はい、なんかこれがネットの意見ではこういうのがありましたって紹介してんだけどさ、あれって街頭インタビューだったら絶対に、質問しないっていうか採用しない人の答えも採用してんのよ。してますよね。やっぱ街頭インタビューでさ、短パンでさ、金玉出してさ、よだれ垂らしながらさ、街で大声出してる人にさインタビューしてさ、このニュースについてどう思いますかと、絶対こんなやつ許せないよって言ってるやつのさアンケート採用しないじゃん。でもさSNS だとさそういうやつの意見もさこんな声がありましたって平気で流してたけどさ、ね、あれやっぱりさ今までどんなこうことを言ってるか全部ちょっと何ツイートかさ、遡って採用した方がいいと思うけど、ね、そうですね。確かに本当実際はそうなんです。金玉出しおじさんの意見あんまり採用しない。この後も聞ける方引き続きお願いします。さあ2023年9月3日日曜日、時刻は夜9時になりました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今月のアシスタントはデンジラス安田です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマーでございますけれどもね、次に来る漫画大賞2023、漫画の大賞系もいっぱいありすぎてね、どれがもうどれだかよくわかんないけど、まあ大体こういうのに選ばれるのは大体まあまあ面白いね、まあ大歓迎って感じですけども、まあ、生徒会にも穴はある、黄泉のつがい、一ノ瀬家の滞在とかね、気になっている人が男じゃなかったとか、猫に転生したおじさん、幼稚園オスとかですかね。何個か読んでますけども、私もね、まあ、安田、ワンピースのね、今、ネットフリックスの実写版のやつもやってますね。はい、どれぐらい、3話ぐらいまで見ましたけど。ああ、そうですか。僕、2話まで見ました。2話見ました。はいはい。でもワンピースね、途中でやめてらっしゃいますね。いやでも全然あの最初のとこだ、最初のとこ見てます、思い出した感じですよね。ああこうだったって。あ確かにね、はいはいはい、ああそうかそうかみたいな、そう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 、もう一回読んでみようかなっていう。ごめんごめんな。いやまあまあそうですけどね、今更その感じはあれですけど。ゴールデンカムイは読んでないですか。ゴールデンカムイがね、あの見ようと思って、読むんじゃなくて見ようと思って、漫画アニメでもやってます。そうそう、でネットフリックスで検索したらシーズン3からだったんですよ。だから見るならシーズン1からがいいなと。そうだね。でうちの子は見てて、なんかね、日露戦争の話だっていうのはなんとなく知ってますけど、日露戦争5かな。あ5なんですか。ああそれぐらいしか分かんない。まあ面白いですけどね、こちらも実写かというような感じですか。あれ俺今なんか、あれなんか、ああ、そう、あれだよね。まあ、もう別に お客さんも募集してるわけじゃないし、はい、別に、あれなんだけど、9月いつだっけ ?5 日 ?5 日ですかね。6日 ?5 日。5日。5日か。5日ですね。9月5日、あさってね。はい。いつもよくやってた、太陽様を囲む会みたいなやつね、はい、また安田がやってるね、そうそう、はいはい、もうチケットも別に売る気はない。そうですね、もうある、はい、ある程度人数で締め切っちゃう、締め切ってっていう、はい、だったら、だから宣伝っていうわけじゃないんですけど、はいはいはい、
それまあやるってことですね、はいはい、我々が、はい、我々私もちょっと間に合う間に合います、間に、まうん、あちょっと暑いんでね分かんない、出演者入ってないです、入ってないですよね、ちょっとまあ、有吉さん入ってないです、暑いからね、暑いから、暑いからね、あとだから書いてある人もあの当日の具合によっては来ないかもしれないです、そうですね、別に、はい、まあ別にね、はい、そういうスタンスで、スタンスでやってますから、やってますから、私と山崎さんだけかもしれませんので、安田と山崎の分のチケット代ですからね、まあ、あとは別におかずですからね我々とか土田さんとか皆さんに分配してますけどね、ちゃんとね、まあ最終的にそうギャラはね、はい、多少そらそうですけど、はい、だけどまあ別に俺とか土田さんっていうのは別におかずで行ってるだけだから、はいはいはい、別に暑いから行かないっていうのも別に構わないんですよね、全然、はい、構わないっていう形で、はい、やらせてっていうのがありますか、はい、まあ上島さんがもういないんで、はい、太陽様を囲む会じゃないですか、はい、一応見上げる会、太陽様を見上げる会、はい、まあ見下げる会なのかな、ね、まあそれは当日来ていただければそういうふうに言っていただいても全然そ う,、ね、えー、そういうのもまあたまにやってますか、1年1回ぐらいですかね、まあ、そうですね、ずっとコロナでできてなかったので、だからまあ久々という感じですか、はい、あとは、あとこのメールも来てますね、さっき私が K 拓也氏からサングラスいただいたって話から、うんうん、ラジオネームロンより証拠の大ライス K 安田K 安田プロデュースの段ボールは発売されるか、それでいいんだよ、それでいいし K っていうのがいいよね、やっぱね、あーそうっすか、だって俺だとさ、はい、H なのよ、はい、これラジオネームサイン Z の H 有吉さんに質問です、はいはい、この冬流行るおしゃれアイテム教えてください、この冬はあの短パン流行ります、金玉で金玉での短い短パン H 有吉って嫌だね、俺 K がいいよ、やっぱ K 有吉っていうのが、あそうですか、うん、K がいいやっぱり、うん、K だからいいよね安田さんね、まあまあそうですね、これはラジオネーム卓球ゴリラF なの、え S S 和弘氏モデルのゴミ袋は破れなくて丈夫なので重宝、空き缶もたくさん拾えます、 S S かなんで S なのなんで S なのなんだろうね S って、知らないんじゃない、単純に俺の名前を知らないっていうだけじゃないの、いや Y 和弘でもなく K 安田でもなく S 和弘だって、分かんない、どういうあれなんだろう、なんで S ってわかんない、 H なら分かるけどね、分かりますけど S って何の S、 俺のこと全く知らないってことですか、分かんないですね、なんで S なんだろう、サン違うよね、ちょっと分かんない、分かんないですね、 S 和弘だって弾いたらどうですか、じゃあメール、そんなにみんなで首かしげんだったらそういうメールは弾けばいいんじゃないですか、それはダメだよ、なんでそれ高井さんのせいにするのは酷じゃん、なんで安田さん、いやだって見てさ意味わかんないんだったらパーソナリティも困るでしょ、意味わかんないメールには宝くじみたいなところがあるじゃん、まああるけど、あるからだ、それはわかる、でも本当に S 和弘氏ほらこんなに思い当たる全然ないが S なのか、ほうれん草でもないし、ね、ないでしょ、 S ってなんだ、 S サシスセソじゃん、なんだろう、全然何にも弾きゃいいんだよ、宝くじの可能性があるんだ、なんで出てこないじゃん、宝くじだって、いやでもだからなんで S また言うのそれ S かっていやだってなんか別に なんだ絶対理由あるはずよ絶対、なんだろう全然 S だって安田さんといえばだからほうれん草のねえ茹で汁飲んでるっていうイメージと、そのイメージつけたのこのラジオだけだけど、ね、まあ、外で寝てる
あ、外で寝てるじゃないの、俺。外で寝てるの S じゃないの。なんで外で寝てる、カズイロに。いや、わからんけど。いや、そう。なんでとにかく明るい安村みたいな言い方で、外で寝てる安カズイロって、お前。外で寝てるから。カズイロ、安心してください。安心してください。夏は。知りません。じゃねえんだよ。なんだよ、その。変な芸名みたいな感じ。なんかね、いや、他になんか思い当たる節ないでしょ。ないっすよ、だから、サンとか、奥さんとミクシーで知り合ったとか、まあそうでしょ。フリーフラッシュのお前だけど、基本的に。今はね、スタンダードになったよね、安田さんの出会い方が、ね。全然でしょ、今マッチングアプリでしょ、ね、今ほとんど。そう、安田さんの出会い方がちょっと先行ってたっていうだけでね。そうですね、ちょっと先端を行ってただけで。で、でもね、なんか、街歩いてたら奥さんがね、安田さん知らないうちにガソリンスタンドでバイトしてたりとか。いや、まあまあ、そんな いいんだよ。そんな人のことをプライベートのことを。それはでもね、 GS だもんね、ガソリンスタンド。そんな知ってるわけねえだろ、だよ。リスナーが。ないね、じゃあ。 S って佐々木克弘のことじゃないのこれ。佐々木和弘、大魔神のことじゃないですか。S 和弘。じゃあ、間違ってる、送り先を。でも、和弘の字が違うね。あれは、あ、主税だもんね。主、あ、そうか、主か。そうですね。和弘ね。そう。主だもんね。S 和弘ってなんだろうね。まだ言ってんの、うん、いや、でも、いや、なんか意味、いや、間違えたね。いや、ちゃんとさ、面白いこと書いてきてくれてんのにさ、うん、こっちのこの、なんていうの、咀嚼不足でさ、うん、なんか、いや、知らねえよ、こんなのっていうのは、ちょっと失礼じゃない、やっぱり。いや、まあ、そうだね。一個一個のメールに、それはせめて向き合ってやらないとさ、キーボード。ネットの意見じゃないんだから。キーボードとかない？キーボードとか、そういうなんかの間違いとか、ほら、S と K でこう間違えたとか。あ、S と K が並んでるってこと？並んでたり。あ、まあ、K ってことねえか、でも。いや、でも、そう？そういうのの間違い。外さんも責任あるからです、それは。そこんなメール選んで。卓球ゴリラなんてよく送ってきてんだからさ、絶対意味があるメールだと思うよ。うん、S にはその多分意味があると思うよ。じゃあもう。外でじゃない、外でじゃない、外で。外でじゃねえよ。外で、ね。それないよ。そんなこと、まあ。外じゃないもんね。外みたいな場所だよね。外みたいな。外のようなだもん、ね。外みたいな場所じゃないで、それで。外じゃない。外。外和弘。外か。ユーゴリアは送ってくるよ。あるいはさ、外ですっていう、外って意味ですって送ってくるから。そうそう、それが正解みたいになっちゃうから。外和弘。外じゃないよ。外和弘って。なんだよ、結構、あれ、アーティストっぽいよ、ね。いや、まあ、そうなるけどね。もうちょっとね。カタカナとか。ドラえもんの主題歌とか歌ってそう。外和弘。カタカナのね、表記だったりして。そう、外和弘。アコースティックギターで。ギターで、みたいな感じのね。それ、うん、畑元博。いや、知らねえよ。それはお前が解釈したんだろ。そばにいたいよじゃねえよ。外にいたいよじゃねえんだよ。替え歌まで行くなよ。うまいこと言ったじゃないんだよ。ウォッチングマッチング。はい。現在、出会いの場となっております。マッチングアプリ。ミクシーではないマッチングアプリ、はい、リアルな体験談、トレンド、活用法、マッチングアプリに関することを報告してもらっております、はい、新コーナーも考えなきゃ、ね、いけないからね。あ、そうなんですか。もう時間ないぞお前。急に言うぞ。言ってもな。はいはい、じゃあちょっと考えます。ラジオネーム、カンパチ太郎、 FM 岡山。4人に3回質問して本物の橋本環奈を当てることができたらマッチングできるというマッチングアプリのイベントに参加した俺。まず一つ目の質問をする。キャッチフレーズは何ですか。すると三人の橋本環奈は、怒った環奈、許さない環奈、橋本環奈という中、最後の一人が怒った環奈、許さない環奈、ジェロム・レバーンナと片言の日本語で言ってきた。おそらくその最後の人はジェロム・レバンナである。次に2つ目の質問をする。好きなお酒は何ですか。すると2人の橋本環奈は、喉が焼けるくらい辛
辛い日本酒という中、一人が芋焼酎のしょんべん割りと言っていた。おそらく飲尿療法をしている古舘一郎である。ここで橋本環奈は二人に絞られた。最後の質問、どこ出身ですか。一人目は福岡県と答えた。そして二人目、福岡県と答えた。まさかの同郷出身でヒントは声しかなくなった。二人とも詰まりかけの排水口みたいな声で分かりにくかったが、一人目の橋本環奈の方が声が少しだけ高いような気がしたので、俺は意を決して一人目の橋本環奈にしますと答えた。そして一人目の橋本環奈の正体が明かされた。まさかの福岡出身でんでんさんだった。こうして本物の橋本環奈を当てられなかった俺はでんでんとマッチングすることになり、小さな居酒屋でおでんを頬張るでんでんを眺めながらヒレ酒飲みたい。まあちょっと飲みなさい。騙されないで、騙されなーっつって。ラジオネームネクストドア FM へ。マッチングしてリアルで出会った女性から今回もブロックされてしまった俺。さすがに100人連続で会った途端、ブロックはきついなと意気消沈した俺は、愚痴を聞いてもらおうと親友の時藤三郎をドリンクバーおごるからと近所のガストに呼び出す。ないだろう。メロンソーダを飲みながら俺の話に耳を傾け、まあどっかにお前の良さ分かってくれる人いるよと温かい言葉をくれる時藤に心を癒された俺だが、たまたま道で出会ったからと時藤にくっついてきた中井貴一の、いや100人に振られるってやっぱりどっか人格に問題あるんだよという下り顔にイラつきながらも、やつが勝手に季節のフルーツパフェを注文するのを止めることもできず、かっここいつのパフェも俺持ちなのか、俺あんまり仲良くないのにと胸に広がるモヤモヤを配膳ロボットにどけよと強く当たることでなんとか解消しようと努める。時藤さんと中井貴一さん一緒いないあげます。パン、やる今なんだっけ、すいません、なんかあブロック、あれさ今ツイッター X ね、はい、X ってさ、なんかあれなんかすごい人数ある程度の人数超えたらそのなんて集金課金なんか、うん、お金がもらえるシステムになってるみたいで、あなんか、はい、例えばそのフォロワー数がとか、はい、あの見られてる人数が何人以上だったらとか、はい、そういうまあいろいろルールがあるみたいなんだけど、はい、それを達成してカウントアカウントを売ったりするんだって今、そのなんかそれをクリアしてる条件をクリアしてるアカウントとかを、だからなんかねめっちゃ外国人の人が、外国人のもう捨てアカみたいなのが、もう俺がなんかこあれ記事出すとそれにコメントしてくんの、なんかイエスとかオーケーとか、なんかそういうのやるとなんかインプレッションっていうのよくわかんないんだけど、そういうのでねなんかね数をその条件クリアするの一つのなんか条件の一つだっただみたいで、フォロワー数が多い人のコメントに、フォロワー数が多い人のやつになんかコメントしてなんかをあげたいみたいで、もう外国人のバッとなんか書くと外国人なんで OK とかそうなんだナイスとかダメだとかそうなんだ、いっぱい来るから全部ブロックしてる。ああそう、なんか変な、今変にゃんなってなんかね、ラジオネーム三平、サッカーサークルの部室でマッチングアプリの話をしていると35年も留年している武田信弘さんがお前らアプリでもモテるのかよ、俺の名前使ってもいいぜと割り込んできたのだが、現キャプテンの本田圭佑さんに、
武田の名前で何がつれえねん、ザリガニも食いつかへんやろと厳しく突っ込まれて武田はしょんぼりすると30年間部室に住み続けている北沢剛がパサパサのロン毛をかき上げながら、まあ本田君はそう言うけどさ、俺と武ちゃん若い頃めっちゃモテたからねと反論したのだが、副キャプテンの道安さんにお前らいくつやねん、早く卒業せえやてか部室に住むなやと怒られ、30年部室に住んでいる北沢もしょんぼりすると45回目の受験でやっと合格した1年生松木安太郎が妙に明るいトーンで、あ、北沢先輩ドンマイです後輩が先輩に注意できるってことは風通しがいい証拠でしょうまだまだ伸びますよこのチームと余計なフォローを入れて北沢に思いっきりぶん殴られてましたうちのサークルはジジイばかりです意味が分かんない以上です。さあ東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、有吉由紀サンデーナイトドリーマーです。メールラジオネーム白い怪盗 FM 岩手、S 和弘の S の候補ですか、スクラップの S ではないでしょうか。言われたことないですよ。スクラップとはクズ鉄という意味です。分かってるよなその説明いらないんで、言われたことないんだよスクラップとは。アルミ缶の値段上がってるみたいね。なんで俺に言うんだよ。10年も使ってねえから。失恋したら絨毯を洗え、福島へ。安田の S は死んだ方がいいかもしれないそんなわけねえだろお前そんなわけねえだろ。ラジオネームちゃんこうて、はい、FM 栃木、うん、S 和弘、うん、しょんべん色の歯がまぶしい和弘どういうことなの。小金色ってことじゃあ K だよ。ラジオネームチーズ撲滅は、はい、S ですが、うん、自分なりに考えてみました、はあ、紳士的だよね。ああ、それだったらいいですよ。しょんべん臭いじゃないですよ。だけね、言われてないんだよ。だからまずそれはその辺のやつは。ラジオネームイーグル、はい、FM 福岡、うん、S 和弘の真相。まだ言ってんのかよ。素足で西葛西を徘徊している和弘知ってねえんだよ西葛西のワードは前あったけど、素足でとかいうのはなかったろ。それ急に、ね、あ、出てくるわけないだろそれで S とか。今まで出てきたワードで、あ、ちゃんとありました。はあ、学歴学がある人が。あ、本当ですか。ラジオネームスコンブ、はあ、FM 三重、うん、ほうれん草は英語でスピナッチです、うん、それは知らなかったそれかもしんないですね。スピナッチ、スピナッチかすぎる。そういう意味だったら、でも複雑だなそれはなそういうこと、それ多分正解ですね。多分違うだろう今日のメールテーマはベッドの話。はい、ベッドじゃないよね、ベッドだよね。ベッドですね。ベッ、バッド、バッドって思う時あるよね。なんか、はあはあ、ベッド、ベッドとかさ、うん、ビッグカメラ、ビッグカメラ、あービッグ、うん、ビッグ、ビッグかね、うん、なんかビッグなんだよね、あれね。ビッグでした ね、なんかびっくりから来てるとか来てないとかって星伝説だったけど、それ違うみたいだけど、ね、あ、そうなんですか。なんかいろいろあるよね、うん、ビッグ、ビッグだよね、本当だったらね。ビッグ大きいだね。そうですね、大きいだけど、でも違うんだよね、ビッグなんだよ、ね、うん、ビッグカメラ。なんか意味があるんだよね多分ね、ビッグにね。うん、違うのか。そのびっくりはなんとなく聞いたびっくりっていうのはなんか昔聞いたことあるけど、なんか正確には違う。びっくりカメラだったのがちょっとなんかね、変わってビッグカメラになったとかいう都市伝説だったけど、ちょっとどうも違うみたいな。あ、それはそうなんですか、うん、あ、それ逆に初めて知った。なんか、
ラジオネーム群馬のダボン、うん、福島 FM、うん、有吉さん、僕も過去に4回枕専門店で自分に合う枕を作ったんですが、うん、結局8軍落ちした400円の枕が現在1軍ですあれ結構枕専門店で作ってもらうとさ、やっぱその時はいいんだけど、また持って帰ってね、なんか寝てるうちに、あれちょっと違うな、うん、短時間だったらあこれだって思うもあるんだけどね、うん、寝て寝返り打ったりとかしてるうちにあれちょっと違うかなとか思っちゃうね、うん、どうしたらいいんだよねあれってね。いやなかなか、だって試す時の寝てる環境はまた違うでしょ、家と家持って帰ってね、ベッドの硬さが違う、ね、硬さが違うとまた違います ね、 ね、そうなるからなかなかね、いつかいつかもうないのかね、そう絶対合うようなもんがね。いやそれ助かりますよ ね、 ね、いや結局だからジャンプ2冊重ねてるのが一番いいっていう人もいるからねいるそれ曲いきます。さあ行きましょう、畑本博でひまわりの約束。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.やっぱ外和弘さん歌うまいね。違う、畑正則さん。畑正則さんはムツゴロウだから。そうだ、畑元博。元博さんね。すみません、すみません。混乱。ツッコミで混乱が。失礼いたしました。畑正則さんね。じゃないですね、畑元博さん、ね。畑元博さん。失礼いたしました。外和弘さん。は違うね。外ね、違います。外に痛いよじゃないです。痛くないですから。うまくいきましたね。なんで外にいたいんだろうね。確かにね。東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行と、デンジャラス安田がお送りしております。続いては有吉ランド。また新ネタね、作ってもらわないといけない。新コーナーね。ちょっとやっぱり俺もさ、全然いいですけど。やっぱりいい大人になってるから、はい、もう、とっくになんですけど、まあ、ああまあそうですね。いやでもやっぱりちょっとそろそろ、いやリスナーもやっぱり年取ってきてるからね、やっぱりさ、やっぱりしょんべんとかね、もうしょんべんだとかさ、段ボールだとか、空き缶だとか、金玉を短パンから出してるとかばっかり言っててもしょうがないんだよね。そうですね、ちょっといい話のコーナーやりたいよね、やっぱり。もう昼への布石みたいなコーナーやってみたい。ああ、なるほどなるほど。これを引っ提げたまま昼の帯行きましょうみたいな。ああ、なるほどね。うん。やっぱりいいコーナー。分かってるかね、いいコーナー。いや、まあ、てか、あれでしょ、だからその、あんまり下ネタとか、そういうことじゃないっていう。まあ、金玉は出てくるけどいい話だなとかさ、それ難しい。いや急に金玉はやめろって言われてもさ、もうこいつらもうがんじがらめですよっていう、もうそんなの言論弾圧じゃないですかって言ってくるからね。からそこまではしないけどさ、金玉ありって考えてるの？なんかみんな金玉ありって考えてるの？いやだからこいつらもう金玉出してもうマジで大声叫んで路上インタビューに答えてるような連中だから。どんな連中だよ。そんなことない。連中じゃねえよっていうね。だからそれはそこまで規制しないけどさ、はい、まあちょっとやっぱそれをね、手土産有吉さん、はい、サンドリのあのコーナーもう最高ですよね。もう、はい、笑えて泣けて、はいはいはい、もうそれを手土産に、はい、昼の帯番組お願いしますっていうね、言ってくださるようなさ、企画、うんうん、が欲しいよね、やっぱり。なるほどね。うん。ヒント来てないんじゃない？そう、正直あんまり来てないです。お前も、高井も。正直。お前も高井。ハードルがちょっと高いなっていう。年上なんだけど。はい。ちょっと、どうですかね。いい話でね、まあ、いい話って、まあ。まあいい話じゃなくてもいいんだけど、ちょっとやっぱりさ、もう本当になんか金玉を切り離してさ、はいはい、なんか顔面にぶつけてきましたみたいな話ばっかりじゃない。もう小学生じゃないんだからさ、俺ももう、まあそうですね。ちょっと年齢は非公開なんだけどさ、はいはい、まあある程度ね、もう30は超えてるもんですから私も。いやもう分かってますよ。それは分かってますよ。有吉ランド、
大型テーマパーク有吉ランドで遊んだ感想、園内で起こった出来事を私オーナーの有吉に報告してもらっております、はい、ラジオネームアクセルライダー、有吉ランド限定のグッズ、有吉園長のアクリルキーホルダー買いました。早速有吉園長のアクキーと一緒にランチのご飯を撮って SNS に上げたんですが、いきなりバンされました。どうやら有吉園長のおちんちんが映っているのがダメみたいです。出てきたよ。アクリルキーホルダーは全部で5種類あるんですけど、どれもおちんちんやアナルが出ているものばかりなので、 SNS で検索したところ、黒いビニールテープを切って貼って同人誌みたいに隠せばなんとかバン回避できるそうです。これで私も有吉園長と映える写真たくさん撮れます。やったまあこういう現状なんですそれへの振りになっちゃいましたね本当だよ、まんまと振りさせられちゃったよ本当によ、ラジオネーム清原ライド、先日有吉ランドに行ってみたらニート体験アトラクションなるものがありました。中に入ってみるとドラマのセットみたいな一部外壁のない中身丸見えの家があって、そこでキャストの方が親の役で、お客さんが早くジャンプ買ってこいよババア、いやこんな飯食えるかと罵声を浴びせていました。私はニートなんですが、家では目が合うだけで舌打ちされ、なんか欲しいものを要求しようものならさっさと働けゴミとなじられ、ご飯は両親が寝静まった頃に息を殺して冷蔵庫に忍び寄り、かき集めた残り物のおかずや野菜などの食材のみです。有吉オーナー、現実とあまりにもかけ離れていますので、アトラクションの改善要求いろんなタイプのニートいるからね、全てのタイプのニートに対応するできるってわけじゃないから、それは申し訳ないけど。ラジオネームミスターキーン、先日 SNS を見ていたら有吉ランドに行ったことがあると思われる人の投稿を見つけました。その投稿を見ると、有吉ランドの再入場する時用のスタンプが2年経っても消えない、2年間無料で再入場しまくりと書いてありました。有吉さん、年パスの返金対応をお願いします、ラジオネームツノチェリー FM 宮崎、有吉ランドで「あ、僕今日誕生日です」と言うとシールを貼ってくれると聞いたので、スタッフの人に伝えると死へのカウントダウンスタートの日と書かれたガムテープを貼られました書いてることは素敵だったので何も言いませんが、剥がす時に毛糸のセーターがボロボロになりましたこれ責任取ってくださいラジオネーム黒豆みっちゃん FM 三重、有吉ランドで謎解きをやってきました。謎解きの紙には謎が解けたら正解を見せてくださいと書かれてあったため、早速問題解いてみました。以下謎解き問題です。1、そのものは先っちょがベトベトしています。2、かなり大きなものです。3、頭に皮がつき名前には血と運が入ります。ん？これは皮のかぶったチンコだなと思いランド内のスタッフに自分のチンコを見せたところ、ブー違いますと言われました。それから何度か挑戦するもついに時間切れ。それでは正解の発表です。先っちょがベトベトしているのはジェルで固めた頭、そしてかなり大きい頭に皮、そして名前に血と運が入っているということですね。正解は、すると川合俊一が登場
私はなんだ河合俊一を探せばよかったのかって思って帰ろうとすると、はい、正解は河合俊一の皮付きボッキチンコでしたと発表がありました。そして河合俊一はフジカラーのユニフォームをすべて脱ぎ、仁王立ちで皮付きボッキチンコを見せつけていました。有吉さん、答えが2つあるなんて正直難しすぎます。なんだよそのメール。フジカラーのところが河合俊一で前のもうフジカラーって10年前、もう10年前の40年ぐらい前なんだよ。マジで河合俊一さんがフジカラーのユニフォームを着てる頃なんて、マジで40年ぐらい前じゃない。いい加減にしてくれよ。一緒Sunday Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepagewww.jfn.com/dreamer Sunday Night Dreamer。 あれ、俺テレビ見ないんで、最近アダモちゃんがまたすごい人気だって言うんでびっくりしてたら、あのちゃんっていう女性なんだね。そんなメール、そんなSNS 多いよね。多くねえだろ、そんな多いの。多くないでしょ、そんな。テレビ見ないんでって。ああ、まあテレビ見ないんでって、はい。テレビ見ないんでって、わざわざ俺に送ってくるやつ。ああ、まあまあ、いるでしょうね、そりゃね。テレビ見ないんで全くわからないんだけど、有吉って結婚したんだ、みたいな。ああ、一個入れるやつね。いる？それ。うん、いらないですよね。島崎敏郎めちゃめちゃ人気なんだと思ったら、うん、あのちゃんっていう、あ、アダムちゃんかと思ったよ。あ、いる、そんな言ってるんですか。いや、アホだね。あ、そうです。どういう格好つけ方なの。ね、よくわかんないですね。ラジオネーム、シグ。うん、FM 栃木、うん。鉄のパイプベッドのきしむ音が、卑猥に聞こえてしまっていた高校時代。うん、ベッドの上で、腕立て、腹筋するたび、するときに、その音が親に聞かれるのが恥ずかしくて、なるべくゆっくりやってました。きつくて3日でやめました。全く意味わからない。わかるよ、わかるけど、ちょっとね、うん、ベッドの上でやんなきゃいいじゃない。まあ狭かったんかな、うん、あ、そうかもしれない。ラジオの2511 FM 栃木。僕は7月に2泊3日で旅行に行ったんですが、うん、初日に泊まったビジネスホテルのベッドがスプリングタイプのベッドで、バインバイン跳ねるような寝心地が合わなくてほとんど眠れませんでした。2日目泊まったカプセルホテルはマットレスが薄め硬くて、個室内も狭かったんですが、それが実家のインナーベッドの下で寝ているような感覚で普段通り眠れました。まあ合う合わないあるよね。うん、俺が一番最悪だった状況はやっぱインドでしょうね。インドのビジネスホテルっていうか、もう下宿、なんていうのあれ、もう本当に安ホテル、ベッドがね、大きなマットなんだけどね、マットレスの分厚いマットレス、60度ぐらいあったね。いや、それはそうですよね。そこじゃないです、直射日光あってクーラーなくて西日もすごい入って、寝たら60度ぐらいあって。それ寝床の問題じゃないで、ほんでね、温度って気温の問題じゃん。ほんでもうそのホテルの人に「暑いよ」って言って、はいはい、さあね、水かけろっていうか、バケツで水3杯かけてね、待ってる人ピッチョピチョして寝たら、ね、でも湯気出てくるなあれね。60度まで行くと、60でよく寝たね。それでそんなベッドなのにさ、うん、大きなダニが出るっていう、ね、いや60度のマットレスって生きてる、生きてんだね。強いね。タモリクラブです。
40年続いたテレビ番組タモリクラブに敬意を表しました。こちらでタモリクラブやってます。どういうことかね、どういうことかなとは思ってます。あっちはもう息切れしてやめてしまう。息切れじゃないと思います。こっちがやります。そうですか。ご安心ください。はい、タモリさんこっちでやってます。ご安心ください。ラジオネーム黒豆みっちゃん、FM 三重。毎度おなじみルロード番組タモリクラブです。本日はファーストテイクをやってみたいと思います。じゃあ早速お願いします。横から細川隆が着物姿で登場。羽織の袖から赤いパンティーを取り出すとヘッドホンをつけるかのような動作でパンティーをかぶる。すると細川隆のチンコはみるみるうちに勃起。チンコは袴を突き破り顔の前にマイクスタンドのようにそそり立つ細川隆。はい、では音楽をお願いします。かぶったパンティーを押さえながらチンコに向かって美声を放つ細川。私バカよね、おバカさんよね。タモリ、まあ、確かにバカっちゃバカだけどバカでかいよね。レジオネーム三平。タモリ、はい、今日のゲスト元ルーキーズ市原隼人くんです。市原、タモリさん、大先輩に対して非常に言いづらいんですが、自分は俳優としてデビューしてから己だけを信じて熱い気持ちを胸に辛い時もしんどい時も弱音を吐いてしまいそうな時も己だけを信じて熱い気持ちを胸に誰かに頼りたい時も己だけを信じて歯を食いしばり、同世代の俳優たちと群れることを良しとせず、良きライバルではあっても決して仲間ではないんだという熱い気持ちを胸に己だけを信じて全力で作品と向き合い、その中の一つがルーキーズという作品なんですが、それはグループの名前じゃなくてドラマの名前です。自分は元ルーキーズの市原隼人ではありません。長いね、ツッコミや。タモリ、あ、そうなの。ごめんごめんごめんぐらいの。ラジオネネクストドア FM 三重。今日は風太に続け新たな仁王立ち動物探そうということで上野動物園に来てます。山田五郎。カンガローは違いますもんね。いや結構難しいな。全裸でカットインしてくるキラキラした笑顔のショウエ。タモさん、どうすか僕の息子、立派な仁王立ちでしょう。顔をしかめるタモリ。下品だな。今日そういうんじゃないんだよ、あっち行ってろ。とバナナを猿山に放り込むタモリ。バナナを追いかけ猿と取っ組み合いを始めるショウエをよそに。はい、というわけで本日は可愛いアニマルスターについて学んでまいりましたと番組を締めるタモリ。ラジオネームシークレットクロマティ FM 長野。空耳やは続いてはですね、ペンネームオレンジジュース大好きちゃんからの投稿ですね。あ、この子小学4年生の女の子ですよ。タモリ、お、いいね、若い子見てくれてるんだね。安西、まあ私には丸々もりもりがこう聞こえますですって。はい、聞いてみましょう。おにぎりにぎにぎみんな食べるよ、もぐもぐおいしい、明日も食べようかな。タモリ、なめんなよクソが。以上。Stay night dreamer live on air。 さあ有吉弘行さんでいないとでもお別れがね近づいてまいりましたけどね、なんか言おうとしてたんだけど、あ、
なんかね、ラジオネーム鳥取タスクね、はい、鳥取県庁の職員さんからね、うん、梨が送って、あら、新幹線っていう梨送ってきていただいたりしてるんですけど、ほうほうほう、あのありがたいんですけど、うん、うちあの本当にハートフルな昼の番組じゃないんで、はい、もう全然気にしないでくださいね。おっかさんもそうなんですけど、ね、そうですよね、はい、もう本当におちんちんと金玉短パンとかね、そういう話ばっかりしてるんで、はい、なんか申し訳ないんでね、うん、本当にあの全然あ お気遣いそうですね、ありがとうございます、なしいただきました、はい、ありがとうございます。ラジオでロンより証拠の大ライス、俺テレビ見ないんだけどなんか若者の間で泥人形コーデがまあ流行ってるんだと思ったら安田でした。俺オチに使わないよ、なんでテレビ見ないでしょうがないよ、まあ、見ないからテレビ出てねえよ、まあ、なあじゃねえんだ出たよこの間まだ出てる TVer で金スマラジオにキャパも、はい、ギフ FM、はい、あビッグカメラの名前の由来ですが、はい、1978年の5月池袋駅北口におきましてカメラおよび、うん、関連商品の販売会社として創業しましたと。ビッグというのはバリ島のスラング、大きいという意味を持つ一方、ただ大きいだけではなく中身を伴った大きさという意味があると。限りなく大きく、限りなく重く、限りなく広く、限りなく純粋にということ。ビッグスラング、そうなん、俗語で、あ、そうなんですね、すごいね、勉強になります、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。さあということで、まあ、9月は安田さんとね、まず女子の子送ってもらったりとかね、まあでもメールがね来るかどうかという、あとはまあ新コーラー安田に考えさせて、安田さんにねちょっとね、アホなんでまあちょっとね力不足ですけども頑張れさせますんで、皆さんよろしくお願いします、お相手エンディングがボロカスでしたけどはい、ありがとうございました、また来週